こんばんは、谷口孝太郎です。本日は、謎動画シリーズを撮ろうと思います。まあ、ちょっとこんなの飲んでますけど、たまにあるんですけど、何かに気づいて何かに考え出して、なんかそれが止まんなくなるみたいな。で、そういうのあった時によく謎動画みたいなその時考えたことを動画にしておいてるんですよで、その謎動画シリーズが意外に好きな人いるんじゃないかなってことで、今回も撮ろうと思います。今日すごいなんかずっと巡ってて、ある答えに達したところで収まったんですけど、なのでそれをちょっと話そうと思います。今日何を話すかと言いますと、日本語とオブジェクト思考について語る謎動画。まずこれ、クモンの文カードっていうのがありまして、これ考え出した経緯について話すんですが、子供に買い与えてまして、うちの子このカードがすごい好きなんですよね。だから読んでくれ読んでくれってこう持ってくるので、よく読んであげる感じなんですけど、まあ赤ちゃんが泣くとか、ウサギが跳ねるとか、赤ちゃんが笑うとか、雪は白い、レモンは酸っぱいみたいな、なんかこう、なんとかはなんとかとか、なんとかがなんとかとか、小さい文章になったカードですね。これを読んでた時にちょっと気づいたことがありまして、赤ちゃんが泣く、雪は白い、これめっちゃオブジェクト思考だなと思いまして、でオブジェクト思考ってなんだっていう人に向けて簡単に説明できるのかな。説明すると、私が考えるオブジェクト思考というかオブジェクト思考の説明ではないんですけど、オブジェクト思考の説明になるのかこれプログラミングでオブジェクト思考言語みたいなものがありまして、でそれ、特徴としてはクラスを設計してプログラミングするっていうものですね。クラスとは何かになるんですけど、例えとしてはクッキーの型ですね。例えば星の形をしたクッキーを作るとして、星の形をした型を作れば10個でも100個でも作れるっていう。オブジェクト思考言語はその型を作る、型を設計するっていうのに注力するというか実際動かすときは型でこう抜いたものを使って動かすみたいな。型を使って抜いたものがオブジェクトと呼ばれてます。最終的にはオブジェクトを作るんですけど、オブジェクト思考言語じゃないやつは最初からオブジェクトを作るイメージなんですけど、オブジェクト思考言語っていうのはクラスを作って、クラスを使ってオブジェクトを作る、クラスを作るっていうところが大事になってくる。 DNA を作って人間を作るみたいな。人造人間を作るときに一人の人間を作るのではなくて、人間の DNA を作る。だからその DNA を使えば10人でも100人でも作れるみたいなイメージ伝わってるか分かんないですけど、そういうものになります。で、今回ちょっと気づいた面白いところが、私が面白いと思ってるだけなんですけど、赤ちゃんが泣く、これオブジェクトなんですよ。オブジェクトの説明なんですよね。赤ちゃんが泣くの赤ちゃんはオブジェクトなんですよ。雪は白い、雪は白いの雪はクラスなんですよ。これ面白くないですか、この気づき国語とかすげえ勉強してる人はもうとっくに気づいてるっていうか、下手したら習ってたりするのかもしれないですけど、私はあんまりそういうの習ってないっていうか、実はみんな知ってることなのかもしれないですけど、今回気づきまして、レモンは酸っぱい、これはクラスなんですよ。つまりレモンが酸っぱいだと、レモンのオブジェクトが酸っぱいになるんですけど、レモンは酸っぱいはクラスなんですよ。雪は白い、雪が白いでもいいわけじゃないですか。雪が白いは赤い雪もあるかもしれないですけど、雪が白いだから、雪が赤いとかだったら赤い雪がある。ただ雪は赤いだと間違ってますよね。雪は白いんですよ。これ雪は白いはクラスであって、オブジェクトの説明ではないんですよね。伝わりますかこれ。このことに気づいて、つまり日本語で言うなんとかがっていう文章はオブジェクトの説明になっている、そしてなんとかはっていう説明はクラスの説明になっているっていうふうに考えた時に、日本語喋れる人の頭の中にははとがの使い分けがオブジェクト思考になっていて、クラスの説明なのかオブジェクトの説明なのかっていう違いになっている。そして頭の中にはオブジェクトとクラス双方があって、双方があるなっていうことに気づきました。でそこで考え出すと、継承関係もあるんですよ。多重継承しているというか、継承っていうのは継承っていう言い方いいのかな、特化かな、継承っていうか特化というか、オブジェクト思考の用語として特化っていうのがありまして、例えば自動車クラス、自動車の中にはトラックとかバスとか種類がありますよね。それは特化なんですよね。自動車を特化させるとトラックだったり
セダンとかがあって、どんどんこう特化していく、特徴がこう細かく分かれていくというか、でその大元をたどると自動車になって、トラックとかバスどれも自動車なんですよ。でそれで考えると、人間は動物、動物は人間ではないですよね。人間が動物ではないんですよ。人間は動物なんですよ。つまりクラスなんですよ。人間は動物で、動物クラスの特化なんですよね。それでいくと、人間は生き物、生き物は動物、生き物は動物、動物は生き物です、ね、っていう風に繁華の関係がこの輪でつなぐことで見えてくる。でそれで見えてくると、ちょっとこれ今考え抜いた後で話してるので、突然変なこと言い出してる動画になっちゃってるかもしれないですけど、とりあえずこのなんとかはなんとかで考えると、その多重継承の先祖を終えるんですよね。動物は生き物とか、じゃあ生き物はなんだ、生き物はもの、確かに。でそれで考えていったら、それで考えていくのも面白かったんですけど、オブジェクトについて考えるのも面白くて、赤ちゃんが泣く、これはステータスなんですよね。今泣いているとか、ウサギが跳ねる、まさにオブジェクトなんですよ。今存在しているものに対しての説明になっていって、今っていうのは何かって考えると、人の頭の中でなんとかはっていう、雪は白いのクラスの方はおそらく固定された記憶に近いものだとちょっと私は感じていまして、思ってまして、それに対してが泣くっていうこのオブジェクトに関しては、今まさに見えて今感じているものというか、今目にしているものとか、こういう動画を通して私が見えてると思いますけど、私が今喋っているのこの画面を通して私を見ていると思うんですけど、それは目から入った情報が脳内に私の像を作っていて、今私が喋っているのを見てると思うんですけど、その私の喋っている像はオブジェクトなんですよ。オブジェクトですよね。あれ何言おうとしたっけオブジェクトとクラスの違いって考えた時に、クラスの方は自分 の頭にある、自分の脳の中にもうすでに存在するんですよ。雪は白いとか、これは存在しているんですね。雪を見たことがない人が雪を見たとしたら、雪が白いで雪は白いになると思うんですけど、覚えたら、まあ、つまりこっちの方は固定的な記憶になっていて、でオブジェクトはあくまで記憶ではなくて、外部から入力されて出来上がった像なんですよね、っていう違いがある。それで考えると、私は何だ、私はなんだっていう風に思ったんですよ。私がなんだ、私はなんだ、その自分はなんだって考えた時に、自分は和じゃないですか。まあ当たり前ですよね。自分の頭で話してるわけですから、私が私なんだから、私はクラスなんですよ。クラスなんですけど、そのオブジェクトなんですよね。今喋ってるわけですよ。今ここにこう起動しているというか、論理上の意識というか、これは多分オブジェクトだと思うんですよね。つまり昨日の私が喋った、昨日の私が喋ったのは、昨日の私は昨日のオブジェクトで、今いる私ではなくてただ私は私で、今私が喋っている、その今ここに存在している私が喋っているこの私は、私はって自分で言ってますけど、これはオブジェクトなんですよ。自分の意識というか、自分はオブジェクトなんですけど、オブジェクトに対するクラスが存在、要はクッキーの型ですね、が存在して、だから私の型が存在していて、そのそれで作られた私が今喋っているんですけど、それは1対1なんですよ。例えば特定の個人に対してクラスが存在していて、例えば志村けんさんも亡くなってしまって、私すごい大ファンだったので、例にするのもあれですけど、私はちょっと今日すごい志村けんさんで考えていたので、つまり志村けんさんは人間ですよね。でも人間は生き物なわけですよ。で生き物は生きている、生き物は生きている、でも志村けんさんはもう亡くなってしまいましたっていうところで、では生き物ではないんですよ、志村けんさんは、っていうふうに考えた時に、オブジェクトの状態がクラスを書き換えているんですよ。クラスの状態を更新する、つまり志村けんさんはもう亡くなっているですよ。だから生き物ではないんですよ。もうこれは別に私そういうなんていうか悪い意味で言ってるわけではなくて、生き物から特化している、最終的に志村けんさんになってるんですけど、生き物でなっていて仏様なんですよ。私はもう志村けんさん亡くなってしまったことを知っ
ったので、知った時に私の中である志村けんさんクラスがアップデートされて生き物クラスからの特化ではなくなってるんですよ。仏様クラスになので、オブジェクトの状態がクラスに影響するんですよね。でこれ考えていったら、これもどこまで考えたらいいんだろうっていう風になった時に、では自分を変えるにはどうしたらいいのか。私は私で、私クラスを、私のオブジェクトが私クラスを変えるには、結局私のオブジェクトを変えることで私のクラスを変えることができるはずじゃないですか。今の話では、私の中にある志村けんさんクラスはもともとは生き物クラスを継承していたが、オブジェクトの変化を認識することで形を変えているわけですね、記憶の中で。ということは、私を変えるには、私が変われば私は変わるわけじゃないですか。つまり行き着いた答えなんですけど、よし明日やろうじゃなくて、今ここにある私がもうやるしかないっていう、その何か変えようとか、まあ勉強しようとか、何か一つできるようになろうとか思った場合、その自分の中にある私クラスができる自分になる、その何かそういう問題に答えられる、その問題を解ける自分に変えようと思うなら、まず今ここにいる自分がその問題を解けるようにならなければならない。自分ができる状態まで持っていかないと勉強したことにならないんじゃないかっていうそう、こう問題解けるぞっていうふうに、まず今ここにこう動いている自分がなる。そしたら自分のクラスがそのように変化する。そしたら明日の自分もおそらくできるんじゃないかっていう感じですね。何か変えようと思ったら、まあオブジェクトを変えようみたいなところに行き着きました。まあ何の役に立つか分かんないですけど、何かの参考になればと思います。以上です。バイバーイ。